ほー、アリタンでーす。今日はね、アリタンがどうしてアイドルになったのか、アイドルのきっかけについて今日は喋っていきたいと思いまーす。わー、もうアイドルデビューしてもう8年と2ヶ月が経っております。早かー。アリタンがどうしてアイドルになったのかっていうことを結構ね、配信とかでは喋っとっちゃけど、結構毎回聞かれるけん、もうこれ YouTube に上げようと思って今日撮影しとっちゃけど、アリタンがアイドルになったのは2012年の11月10日にデビューしたっちゃん。アリタンはアイドルに興味もなくて、なりたい、アイドルみたいに可愛くなりたいみたいな夢はね、正直全くなかったっちゃん。けん当時2012年かオーディション受けたのが、その時はもう AKB48 さんの前田敦子さんぐらいしか知らんくて、なんか総選挙ありよったやん。その時にテレビとかですごい注目されよって、わーすごい、こんなことあるんやーと思って、もうそんなアリタンがアイドルの世界に足を踏み入れたのかってとこっちゃけど、思い返すこと8年前、高校3年生の時に、当時17歳やったかな、まだ。アリタンは太宰府の筑陽学園高校に通ってて、まあもう本当ね、本当にね、マジでね、学力が低かったんですよ。もうバリバリ頭悪くて、あ、今もやけど。高校3年生になって、進路考えんとやばいってマジで思って。で、周りみんな、まあ筑陽学園のスポーツがすごい有名な高校やったっけ、サッカー部と野球部とかも推薦決まってたり、あと周りの友達とか、あ、私医療秘書になるわみたいな、なんかそんな感じでなんかすごい置いていかれよって、当時のアリタン夢がなかったよ。でとりあえずアリタンのお母さんがずっと保育士を、ね、幼稚園の先生と保育士やってたから保育士かなーって思ってたけど、もう思ってる時にはもうバリ遅くて、みんな決まっとうけん、え、専門学校のもう決まって、受験日決まっとうとみたいな、もうやばい、私本当にやばいわと思って、一番アリタンを可愛がってくださってた、本当にお世話になった野球部の監督の江口先生が高校1年生の時の担任をしてくださっとったんやけど、ある日ね、江口先生に相談に行ったっちゃん。先生、本当に将来なんかこれっていうやりたいこともないし、もう学力もやばいし、私路頭に迷いますと。帰ってきた先生の一言が、アリさ、お前はアイドルになれ。アイドル、アイドル、私は先生のその言葉に、この先生何倍よっちゃろうって思いよって、今だから言える。先生も絶対軽い感じで、まあ、アリさんもアイドルになれって言ったと思うけど、それを真に受けて、アイドルかと思って、で先生にアイドルってどんなんですかって聞いたら、なんかほらヤフオクドームできたやんって、当時ヤフオクドームやったっけね、調べたんよ、ヤフオクドームアイドルでしたら HKT48 さんの劇場ができてて、あとそれすらも知らんくて、まあ、とりあえずでも先生に言われたけん調べようと思って調べたら、ちょうど2期生オーディションって書いてあったんよ。あ、そうなんや、オーディションやっとったいと思ってお母さんに言ったんよ。なんか江口先生がこれ応募したらって言ってくれたけん、してみていいって言ったら、なんかあんた、そんな、なんであんた、あんだけ絶対受からんし、もうそんな世界あんた向いとらんよ、もうそんなんって言われて、とりあえず受けるだけ受けようと思って、なんか写真撮って書類送って、学校帰ってきて携帯見たら着信が入っとって、知らない人から、誰やろうと思ってかけたら、2期生オーディション、マジで嘘、なんでと思って2次オーディションに行ったんよ。だから2次オーディションは面接で、田島メルさんとかその皆さんとレーンが一緒で、なんかもうすごい皆さんで、すごいとアイドルオーディションって、なんか自信に満ち溢れとって、だから私からしたらみんながランウェイを歩いとるような状態やったよ。二次審査合格の人が呼ばれていくんやけど、私の番号が選ばれなくて、でオーディション会場から帰ってる時に悔しくてめっちゃ泣いたんよ。お母さんに帰りのエスカレーターで、お母さん落ちたオーディションって言って、めっちゃ泣いて電話したのがもうすっごい今でも覚えとって、そしたら2012年の5月に福岡でもうほんと最高のお祭り、博多どんたくの前夜祭の映像がテレビでありよったっちゃん。 HR っていうアイドルグループね、まあ、アリタンがね入るきっかけになったグループの君スパークっていう曲がフルでテレビで流れとって、で HR の後に HKT48 さんが流れて、あ、2組あるんや福岡にと思って、その時にね、HR のセンターをされとった尾形静香さんって方がめっちゃ可愛くて、私もうほんとびっくり、こきまろやったっちゃ、なんでこんな可愛いとこの人人間みたいな。で調べたら、
まあ、HR っていうグループで、なんかすごいね、尾形さんに憧れたんよ。こんな女子になりたい、こんなキラキラした可愛い女子になりたーいって思って受けたっちゃん。で、HKT さんのオーディションの時に受けた写真をそのまま貼り付けて、はい、乱用。3次審査ね、公開オーディションで、タップダンスをやったんよ。それなぜかって言ったら、お父さんがずっとタップダンスをやってて、人がやってないことをオーディションでしてみようってなって、制服着てタップをやったんよ。そんなクオリティはね、全然低いんやけど、その日に家に帰って、めっちゃ覚えとちゃん、ソファーでね、こうやって携帯しながら、あー、お腹すいた、お母さんご飯とか言いよったら、トゥルルルってかかってきて、合格しましたって電話やったんよ。うわ、ここ合格みたいな。もう携帯バーッと見そうになって、お母さんに、やばい、受かってもうたって言ったら、嘘やんって言われて、HR の6期生として、まあ、デビューができたという、すっごいこれだけで私何分話した、20分ぐらい話したちゃんとカットする。きっかけで言うと、筑陽の江口監督が、あれさ、お前アイドルやってみたらいいんやんっていう、ほんとそのノリの一言で真に受けてやろうと思って、だったら気づいたらもう2021年ばやばいよ、もう令和よ令和。いやでも本当に今だからすごい感謝しとる。自分ではすごいアイドルというか芸能が今本当に天職って思わせてもらってるというか、本当に楽しいし、でも本当にきついし、楽しいだけじゃ飽きると思うし、苦しいだけじゃ続かんし、やっぱ自分でやりたいことやりながら、もう今やったらね、こう企画とか自分でやりたいことをプレゼンしてやっていこうっていう、このなんかね、本当に楽しいよ。アイドルバリ楽しいけんサムネにしよっかな、アイドルバリ楽しいけんって全然話違うけどね。まあこれからもね、ほんとそのきっかけくれた先生にも感謝しながら、周りにもファンの方にも感謝しながら、まだまだ頑張っていこうかなと思います。今回はアイドルになったきっかけでした。まだまだこれからも頑張る、バーイ。